歩行電車スタンバイ。終了します。敵の出現してくるセラーを破壊してください。Thank you.
やはり目的はこの機体か。分かっていて乗り込んだのですか。仲間を巻き込みたくなかった。それに確かめたいこともある。釣り系？接近戦で使用するブレードなどです。だがブレードも届きそうにない。何か攻撃に使えそうなものを探してください。お前、バイオラか？通信相手はおそらく戦闘 AI です。 AI だと？バイオラ、おい！過去の戦闘データと戦闘能力に関わる一部人格を複製しているに過ぎません。反応は望めないでしょう。ならバイオラ本人は？該当するフレームランナーはすでに死亡しています。死んだ？2172年アンティリア襲撃事件。連合宇宙軍統括下、木星の衛星軌道上コロニーをバフラム軍が襲撃し、開発中のオービタルフレームを奪取した事件です。あの事件にバイオラが。その奪取されたオービタルフレームってのは？オービタルフレーム、アヌビス。当期ジェフティも彼らの目標に入っていましたが、奪取は免れました。ジェフティはバフラムの手に渡るのを恐れた何者かによって回収され、そしてカリストに破棄された。おおむねその通りです。アンティリア襲撃を指揮していたのは誰だ？バフラム軍指揮官、ノーマン大佐。ノーマン。どうした？共鳴反応です。共鳴？アヌビスです。
体を返してもらおう。誰と乗っている？久しぶりだな。今まで何をしていた？ちょっとした休暇をね。降りて私の部屋に来い。この船に乗ってきたの？カリストの連中に何かあったら許さねえ。殺してはいないわ。信用できねえな。腕が鈍ったぞ、リン。ぬるま湯に使っていたの。ノーマン。触っている。紹介しよう。ディンだ。6年前我が部隊の主力パイロットだった男だよ。ディンゴ・イグリッド。軍の記録では死んだことになっている。あんたこそ小さい仕事するようになったな。辺境に飛ばされましたか？口を慎め。お前は私の部隊に戻ってきたの。戻ってきた？ふざけるな。戻れ、ディンゴ。これから面白くなる。断る。あんたのお遊びのおかげで死にかけたんだ。冗談じゃねえ。分かってない。もう自由だの独立だのって建前には乗せられねえぞ。舞台の仲間が何人死んだと思ってる。はっきり言えよ。お前が殺したんだ。知らん。やろ、ディンゴ。戻れ。お前は好きだ。吐き気がするぜ。
死体は片付けておく。そんなやり方聞いたことありません。本当にノウマン大佐のご命令で？じゃなきゃなんで私こんなことさせられなきゃならないの？いい、お願い。脈拍安定しました。ありがとう。あとはいいわ。はい。お目覚め、2ヶ月も寝てたのよ。ヒゲは剃らせてもらったわ。エイダ、お願いね。不本意ですが。どこだ、ここは。火星の玄関口、ダイモスステーションの中よ。具合はどう？吐きそうだ。死ぬよりマシでしょ。俺、死んだんじゃないのか？死んでないわ。心臓も肺もないけどね。じゃあ死んでるだろ。いいえ、ジェフティーに乗っている間は生きてる。ジェフティー？あなたは今、失った心肺機能を機械で補ってるわ。その動力はジェフティーから供給されてるの。あ？ジェフティーを降りたらバイタルへのエネルギー供給が断たれる。つまりあなたはジェフティーを降りたら死ぬのよ。冗談はやめろ。試してみたら？しやがった。仕方ないでしょ、狭いコクピットに装置が全部入らないんだから。頼んでねえぞ。言ったでしょ、助かりたかったら私に協力してって。知らん、いつだ。死ぬ間際よ。知らん。命を助けてあげた上にクルーの目を盗んで2ヶ月も看病してあげたのよ。もっと感謝してくれてもいいんじゃないの。しきしょう、まともなバイタルをつけろ。全部終わったら元通りきれいに直してあげるわよ。だから私の言うことを聞いて。あげるな。なぜ俺がバフラムに。私バフラムじゃないわ。何？その反対、連合宇宙軍よ。私はケン・マリネリス。バフラムには任務で潜伏してる。なんだと？いちいち驚くわね。当たり前だ。時間がないって言ったでしょ。こっちだって趣味でこんなことやってるんじゃないのよ。まずダイモスを脱出して、話はそれからよ。
こんな場所で長話してるのがどれだけ危険か分かってるでしょ。死人にゃ分からんね。あなたはまだ生きてるわ。ノーマンもまだ生きている。仇を取りたいでしょ。あいつは仲間を殺した。私も目的は同じよ。あなたの悪いようにはしないわ。一つだけ教えてくれ。何？今年の優勝はヘスペリア・ゲイルズだよな。ちょっとふざけないで。大真面目だぜ。どうなんだ？火星は今それどころじゃないわ。